どうも、田澤です。どうも、綿です。最近ちょっと僕元気なくてね。お、なんかこの2、3週間実は、あんまりテンション高くなかったんですよ。すいません、僕がちょっと波を、感情の波を捉えきれてないからかもしれないですけど。割となんか、あんまりだったんで。あ、あんまりやったんですね、うん。最近ね、こんなもの買っちゃって。ほう。え何これ何これ、なんか、えルービックキューブみたいなことそれなんかこういじるとこう形がこうはい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 、カチャカチャ変わっていくんですけど、これなんかね、僕今こう手にね、はい、ちょっとねよくわからない四角い物体をこう渡されてるんですけど、はい、何なのか全然わかんないんですよ、これ。これ何、もうそれだけですね。え、それだけです。ただ手で遊ぶだけのおもちゃ。あ、転がす系。これえ、どういうこと。フィジェットとかっていうのが流行ったりしたの知ってます？なんか手でその考え事したりとか手でこう触ってたりするためのそれだけのおもちゃあるわ。僕なんか玉買ったことある。なんかこの玉を回す、あ、だハンドスピナーとかそっち系ですよね、要は。そっち系、あ、そっち系だと思った。そうだからこれもそっち系で、なるほどね。はい、それを買っちゃって、はい、夜な夜な一人でカチャカチャしてます。いやこれでもなんかいい感じの重さで片手で持ってるとなんかちょっと気付けてないと落としちゃうから、いい感じで集中できるんですよ、考え事してるとき。確かにそうですね、考え事してるときにいいかもしれない、なんかね、ずっと触ってられるんですよ、これ。なんか質感もさ、結構そのいい質感だしさ、それおすすめなんですよ。へえ。インフィニティキューブって言います。インフィニ、あ、確かに無限に、この無限にいっちゃうってことですね、はい、そうこれにあれですか、癒されてた2週間だったわけですね。カチャカチャしてますけど、なんか夜中ね、いやでちょっと僕想像できないわ、これをカチャカチャやってる夜中の動画さん。でまあなんかそんな中それ持ってていただいて大丈夫ですか、この収録中カチャ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 やっちゃう感じしますよね、これね。なんかね、ついついやる。昔あの古畑任三郎で江口洋介が犯人役の時にボールペンカチャカチャする癖がきっかけでバレたことありましたね。あったあったあった、すげえ懐かしい。すげえ懐かしいんだけど、僕ねたまたま先週それ見てたんだよ。そうですか。なんかそう、あの古畑任三郎のことが急に気になって、そう、西村雅彦がなんかね、あの離婚した流れで急に気になって、そうたまたま見てる。そんな感じです。ああ、でもね、ちょっとね、こうやめらんなくなる感じはね、わかるわ、すごい。で、今週本を読んだのはですね、はい、そんな元気がないからこそ、の時に読んだ本、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方っていう。これめちゃくちゃいい本だった。僕びっくりしちゃった。なんからしくない本ですよね。めちゃくちゃいい本で、これ涙なしでは読めない本で、僕本当に本としてめちゃくちゃおすすめですね、これは。あ、そう。はい。ものすごくいい本だったですね。僕泣きながら読みました、これ。なんかエッセイみたいなやつですか？いや、翡翠小太郎さんっていうコピーライターの方で、昔なんか、はいはい、名言セラピーとかっていう本がすごい売れて、そういう人なんですけど、幕末の、志士たちのエピソードをもとに、吉田松陰、高杉晋作とかね、坂本龍馬とかのエピソードをもとに、かっこいい生き方ってこういうことだよっていう話を。あ、なるほどなるほどなるほど。めちゃくちゃ面白かったですね、これ。これ本当に読んでほしいと思いました、みんな。あ、マジですか。はい。で、特になんか幕末とかね、そのあんまり知らない人が読んだら興味持つと思いますね、幕末とか。それぞれ有名なエピソードなんですけど、それをここまで面白く魅力的に語れるのかっていう。なんかあれですか、それぞれのこう偉人の人の、はい、まあ、最後の瞬間というか、終わり際みたいなところを描いてる。人生最後の日にガッツポーズできる生き方をしてたよね、彼らはっていう。あ、なるほどね。はい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 。へー。そう、まあ吉田、まあ冒頭のね、吉田松陰とか、今吉田松陰っていうのもあれですね、幕末のいろんなね、こう志士たちの思想の原点にあるような先生、はいはいはい、師匠にあたるような人ですけど、吉田松陰っていうとね、ちょっとまあざっくりコンパクトに言うと、黒船がね、あの時来たじゃないですか、あの時ってこうみんなビビってね、黒船に、中で追い払えってなった時に、はい、まあ、当然吉田松陰もそういう風な考え方ではあったんですけど、まず何よりあれ乗りてーってなってかっけえなあれみたいな。そうそうそう。で、夜中に船こいで黒船に、
行って、行ったの？そう、乗ったんですよ。乗ったんだ。そう、勝手に？そう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 。そしたら、はい、当然アメリカ人出てきて、はい、おなんだお前って。不審者だろみたいな。そうそう。で、いや俺をちょっとアメリカ連れてけと。で熱意込めてわーって喋ってたら、はい、熱意伝わって、はい、いや分かるけど、うん、ちょっと多分いろいろやばいから、うん、一回帰った方がいいんじゃないかってアメリカ人に言われた。ちょっと引いてんじゃん。そうそう、引いちゃって。で断られて、頭おかしいやつ来たぞ。そうそうそう。断られて、うん、まあ、戻ったんですけど、うん、当然そのことはバレたから、はいはい、処刑されるんですよ、はいはいはい、で、まあ、いざ処刑ってなった時に、うん、いや吉田松陰を殺さないでおいてくれって、うん、手紙がね、はいはいはい、ペリーから届いたんですよ。そうそう、あの時のあの熱意のある、はいはいはい、彼を殺してはいけないって、はいはいはい、幕府もだったらってことで許して、はい、まあ、一旦牢獄入れとけって言って、はい、牢屋入れられたんですけど、はいはいはい、牢屋の中でもこの人のその人間性とか、うん、こうめちゃくちゃピュアの人だから、うん、あの囚人たちをめちゃめちゃ感化してって、はい、まあ、結果牢獄の中で塾開いちゃったんですよ。塾開いて、そこで結局その後々先生と呼ばれるような囚人たちをたくさん産んじゃって、はい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 、はい、でもうあの牢屋やばいらしいよって話題になっちゃって、はいはいはい、世の中で行った方がよくねみたいな話じゃない。でもいや、もうじゃあもうちょっともう出せっつって、もうはい、吉田松陰を牢屋からもう出せってことになったんですよ。もう、はいはい、もう訳わかんないことになってるからみたいな。でそこで出て開いたのが松下村でね、はい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 、そこでは、はい、まあ、後々のね、高杉晋作とか、ね、坂元帥とか、伊藤博文とかね、すごい人たちをたくさん輩出してっていう、本当にもうそういうピュアな人でね、自分の命っていうのはその今後の日本のためにだったらどうなってもいいっていうかね、本当そういう生き方をした人みたいな、でそういう吉田松陰のエピソードから始まって、まあ、5人分、うん、いやこれがねまたね本としても素晴らしくて、なぜこの5人なのか、はい、でなぜこの並びなのか、はい、っていうところが一冊読むと分かるんですよね。なるほど、つながってるんだ。つながってるんです。なるほどね。ジョン万次郎とかあるね。ジョン万次郎、うん、そう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 。でこのつながりで見るとね、僕この5人をこういうふうなつながりで見たことなかったから、すごい面白くて。確かにつながってるって感じ。そうそう、しないし、最後坂本龍馬で、そうそうそう、うん、真ん中の天さん、ここ誰だよって僕知らなかった。知らないですね、確かにね。だけど、この人がここにいなければいけなかったっていう。なるほど、うん、なるほどなるほど。でね、なんか革命が起こるときにそこには3つのものが必要になるって言われてて、それはね、若者、バカ者、よそ者っていうね。はいはいはい、はい、うん、この5人とかっていうのはまさにそういうタイプの人たち、はい、うん、僕ね、なんか最後の方でちょっと感動したんですけどね、僕らのこの放送でもちょこちょこ話してるような話かもしれないですけど、はい、日本の神道、はい、神の道と神道と外国の宗教、どこが一番違うか知ってます？分かんない、うん、神道っていうのはね、教えがないですって。ああ、はい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 、うん、で教えがないってことは信徒には何がないってことなのかってなるとね、はい、信徒には善悪がないって言うんですよ。はい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 、はい、他の宗教っていうのはお前は間違ってるってことで言い争うけれど、ね、日本の信徒っていうのは善悪がないから、うん、海外のやつはね、贖罪って言ってその罪を罪滅ぼしのためにいろいろするみたいなね、うん、悪いことやっちゃったかどうじゃんね、考え方的にね。だからその代わり日本は善悪がない代わりに何があるかって言ったら、うん、美しいかどうかって判断基準。ああ、いいね。そうそうそう、うん。で、これ僕このエピソードなんかすごいなと思ったんですけど、まあ、ヨーロッパで火薬使ったその爆発でね、トンネルとか掘ったりとかする技術があってね、それが日本に来た時に、その日本としてもやっぱりその爆発させる技術必要じゃないですか。なんか新しいもの作ったりね。その時に日本はね、そういう使い方でそれを使わなかったんですよ、火薬を。うん、トンネルとか鉱物資源とか採掘するときに本来使うその火薬をね、日本は何に使ったかって言ったら花火なんですよね。はい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 、要は自然を爆発させるなんてもう美しくないんですよね、うん、それをそんなものを花火として見て楽しむっていうものに使ったその日本人の感性、なんか日本人でいることがなんか誇りに思えるなって。いや、それはすごい。だってさ、花火ってもう世界に広げたのは日本ってことでしょ、うん、やっぱで結果的にその世界でもね、ファイアワークス、はいはいはい、花火として ね普及して、日本人のそのお茶のね道とかもそうですけど、剣道とか書道とか弓道、華道とか、その道、その日本人が作った道っていうのは勝ち負けじゃなくて、やっぱ美しさの追求の道なんですよね。はい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 、はい、このね、このガッツポーズするためにどう生き方するかっていう時にね、うん、
構自分の人生の中でこう美しい生き方が自分でできたかどうかっていうかね、はい、そういうところで納得ができるような生き方ができたらいいなと思って。それはね、いいね、それね、うん、いい考え方だもんね。うん、でも元気になる、なる本ですね。いや、そう。めちゃくちゃ。ですね。うん、でもさ、なんか美を追求するっていうのは、すごい、ちょっと今、響きましたね、なんかね。うん、ね、なんか、美しさって、なんか、ある種、こう、善悪で測れない何かがあって、うん、で、あ、これちょっとね、僕、文脈ずれるかもしれないですけど、最近なんかすごいいい言葉というか、はい、ツイッターでたまたま見てたやつで見たんですけど、チームラボの猪子さんが言ってた言葉で、はいはいはい、まあ、人間っていうのは本来、個体、いわゆる個人だと、物事っていうのを美で判断するらしいんですよ。うん、実は、倫理観とか正義観とかっていうのは、集団になった時に人々が初めてツールとして使う。まあ、要はその、何かを判断するときに、その、なんか何か正しいかどっちかとか、あとは人の意見が、その、なんていうの、多数決でどうかとか、っていうときに、その、道徳とか倫理観っていうのは、その時だけ、生まれるものらしいんですけど、うん、本来は生き物としては美しさで物事を判断してるらしいんですよね。うんうん、だ結婚相手とか恋する相手とかもそうじゃないですか。はいはいはい、なんかその本来人間っていうのは美で物事を判断してる生き物なんじゃないかということをおっしゃって、まあ、すごいハッとしたんですよ。なるほどなるほど。うん、だからなんか通ずるものが今ちょっと感じてね、なんかね。そうかそうか。だから子としてっていうか自分自身一人の人間として正直になれば。うん、美しさで物を見ていけるっていうことなんでしょうね。そうなんですよ。そう、うん、で美しさの概念は人それぞれあるってことだね。そう、うん、いやすごいいいですね、なんかね。うん、粋ですね、粋な感じがしますよ。そうなんか、うん、いや本当粋か野暮かっていうところですよ、うん、やっぱだと思った。うん、僕なんか本当に僕このまあポッドキャストを収録し始めてから、うん、ぐらいの時からすごいそれを強く思うようになってきて、はいはいはい、この番組でそういうテーマって話すことが多いからかな。いや確かに、ね、すごいなんか生きかどうかって判断することがすごい、うん、自分の中でも大事になってきましたね。確かに確かに。だからよりあれだよね、なんか今までそのさ、僕ら業界的にさ、そういうロジカルにさ、何が正しいかとかをさ、うん、突き詰める業界にいたからさ、はい、なんかちょっと違和感あってさ、ずっとそうなんか反駁してた気持ちが、うん、徐々にこう自分たちでそういう風に考えをね、こう話すことによってちょっと発散し始めたのかもしれないね。うんうん、今ちょっと世の中がね、そういう風潮が強いじゃないですか。はい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 、そういうのもあるかもしれない。ちょっと反駁してるところあるかもしれないけど、うん、大事ですね。だからね、こういう風に話していかないとね、なんかちょっとね、そうですね、汚染されちゃいますんで本当に。うん、いやいい本読んでますね。でもね、本当ね、ちょっと読んでみますよ僕も。じゃあこれね、めちゃくちゃ、うん、僕久しぶりに本としてこんな人にお勧めしたい本はね、久しぶりっすね。そんな。そう。で、Amazon のレビューとか見てもめちゃくちゃ高評価で、はい、まあ、その気持ちは分かりますね。一気に読んじゃうと思います。はい、テーマとしてはね、多分馴染みがない人からしたらちょっとこう幕末の話だからね、はいはいはい、あれですけど、ぐいぐい読ませますね。多分天才的なコピーライターの人がこういう話をね、はいはい、書くとこうなるんだってちょっとびっくりしましたけど。いやちょっと僕も、はい、拝読させていただきますわ。ちょっとそこまでこう、はい、多田さんが進めて、じゃあこれをあげます。じゃあ和田さんに、じゃあ、えこれ、じゃあこれ、えいいんすか。どうせ僕メルカリで売るだけだから。あ、そっか。まあちょっと読んでお返ししますけど、もちろんその売るためにね。その、はい、はい、ありがとうございます。読んでみます。じゃあ美しくね、生きていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。